セルアウト結婚するかな。フーズネクストで。あ、フーズネクスト。メインって言っても DVD だ。例えばこうメダマロンとか。全身ハードコア。ポールとかがマッカートニーね。ブルースっていうジャンル。そこにニックとキースが傾倒してると。第7問目。パン。違うか。これマジでわかんねえ。ポップな感じというよりかはやっぱかっちり系統や。真面目だね。ハマったら深い沼になってると思いますね。はい、ということで、岸型講座、キンクス編ってことでね、やっていきたいと思いますけど。覚え出せばいいってもんでもないですよ。あ、本当ですか。はい。ということで、ストーンズ、ザ・フーと来まして、今回、第3弾、キンクスということで、うん。私たちのチャンネルは結構やってる方ですね、キンクスは。で、キンクスなんですけど、知らない人のためにちょっと説明しますと、ブリティッシュ4大バンドって言われる、ストーンズ、ビートルズ、ザ・フー、うん、で、キンクスなんですけど、うん、主に、キンクスを語ってる動画っていうのは、まあ、YouTube 界、日本の媒体だと特に少ないんですけど、うん、個人的には結構キンクス好きで、もともとそのザ・フーを知って、で、その流れでピート・タウンゼントが、まあ、I can't explain 作るときにキンクスの曲を元にしてたっていう。はいはい、多分、ユーリアリ・ガット・ミーかな。オールデ・オブ・ザ・ナイトかもしれないですけど、うん、そっからキンクスを知って結構掘ったんですけど、うん、個人的にはほぼの、作品はまあ聞いてて、まああと何枚か持ってないかなっていうぐらい聞いてるんですけど、まあどうですかキンクスの、はい、まあ特徴というか、まあ他のバンドとまあ明らかに違うよねっていうところはどこですか。ああそうですね。まず聞くタイミングがないっていうとかも、機会が結構少ないっていう日本だと、うん、その例えばビートルズだったらなんかテレビ流れてたとか、うん、ザ・フーとかでもなんかそうですけど、ただキンクスに関してはそのテレビで流れることもないし。うん、その自ら向かっていかない限りは絶対に生活してて出てこない。大体の人はエディ・ヴァンヘイレン。あ、そうですね。そのパターンもまああるけど。ユリアリ・ガット・ミーとかから入っていくパターンは結構多いね。うん。Yeah, we were on tour like in America and Van Halen had a big hit with it. They launched their career. One gig we did some big show somewhere in Denver or somewhere.And afterwards, a kid came up to me and said to me, "Why are you doing a Van Halen cover?" So I had to educate him that it was Van Halen that were doing the cover, not us. 一番その聞き馴染みがないんで、結構抵抗感がどうしても出てきてしまうっていうところはニッチなジャンルのどのバンドにも言えることなんですけど、どの番にもね、どの番にも言えることなんですけど、ネックな部分かなとは思いますね、うん、そこが一番他のバンド違うっていう部分であって、うん、で日本だとそんなにニッチなのかっていう話になってくると、割とブリティッシュロック好きのタイプの人たちとかは聞いてるパターンが多いんですよね、うん、キンクスってその例えばバンドやってるミュージシャンの人とかそういう人は結構聞いてるんですけど、うん、ただそんなに多くはないというか、アーティストの中でも音楽が本当に好きってもともとね、うん、人は結構聞いてますけど、例えば日本人のパンク好きにとってさ結構影響力のあるパンクの人、俺が言うのもあれかもしれないけどさ、うん、まあダムドとか、うん、ピストルズとか他にもいっぱいいるけどさ、うん、そういうアーティスト好きになってキンクスたどり着いたみたいな人も結構いるみたいで、あ結構多いね、だからパンク好きからみたいな、うん、もあるんじゃないですか、うん、というのも多分パンクのそもそものブリティッシュの部分で言えばザ・フーの影響って結構でかいと思うけど、うん、ひねくれてる感じであったりとか言葉に力を入れるというか、その詩がね、ちょっと複雑に構成されてたりとか、そういう部分に関しては、まあ、レイ・デイビスの作詞の部分での影響が結構大きいんじゃないかなっていう。うんうん、で、基本的にレイ・デイビスの各作品、詩の世界的には、うん、その本当に日常にいる人たちであったりとか、バーでその飲んだくれてる人であったりとか、うん、あまり他の人たちが当時、目を向けてなかった人たちに向けての曲が多かったんで、そういう意味で結構パンクとそこは相性がいいのかなっていう。うん、もう一つ聞きづらい部分で言えば、やっぱりアルバムとしてコンセプトアルバムが結構多いっていう、コンセプトアルバムあるあるなんだけど、うん、重いというかやっぱ質量が多いんで、どうしても長いってこと、長く感じてしまうというか、うん、やっぱりその一個のその話の筋を通してこう曲を作ってるんで変化が少ないのよね、やっぱアルバムとしては。うーん、意外と退屈してしまうっていう、まあ、部分があって、うんうん、キンクスの場合は、その、まあ、売れてはいるんだけど、うん、このオペラロックに、特に傾倒してた時のアルバムっていうのはあんまり売れてないっていうのがあって、そこがちょっと聞きづらい部分なのかなっていう。売れ行きを見てもわかるように、多くの人にその評価されるようなものは作ってないので、そこはちょっと
まあ、聞きづらいっていうことが、まあ、その結果として出てきてしまってんじゃないかなと。じゃあやっぱり聞きやすいのはどの時期なんですかね。まあやっぱ60年代でそのパイレコードっていうのに所属してたんですけど、うん、まあその時の音源が結構、うん、まあ聞きやすいというか、まあ無難なのかなと。まあ具体的なアルバムとかで言うと。まあフェイス2フェイスとか、うん、あとまあ、個人的にはサムシングルス一番好きですけど、うん、がまあ、基本的にはいいんじゃないかなって、うん。その後は？そうだね、マスウェル・ヒルビリーとかも結構聞きやすいというか、ライブでやってる曲も多いし、まあ、あのアルバムとして売れてるんで、うんうん、あとまあ、ローラが入ってるね、あのパワーマン隊。うんうん、まああるし、あとアーサーもまあそれなりに、アーサーは何が入ってるかな、ビクトリアとか入ってるんで、うんうん、まあその辺がまあ聞きやすいんじゃないかって感じで、うん、まあ60年代と70年代前半ぐらいがまあいいんじゃないかなっていう、うんうん、とこですかね。まあ、あと何だっけな、グリーンベリッジソサエティとかも結構評価高いかな。うんうん、じゃあちょっとあえて聞きたいんだけど、はい、今回聞き方講座なんでクラシックとかそのオペラ録機のうまくいかなかった時期を、うんうん、マリオシだったら聞き方講座としてどうおすすめするかっていうのを知りたくて、そこの時期のいい部分みたいなのをちょっとプレゼンみたいな感じの。あ、なるほど、うん、その一番聞きづらい時期のプレゼンですね。そう、なるほど、なるほど。そうですね。アルバム名が思い出せないんだけど。オペラ機に関しては、正直俺が聞いた感触で言えば、音楽好きが聞くとか、そういうレベルじゃないというか。本当になんか、レイ・デイビスが好きな人が聞くジャンルというか、分野だと思うんだけど。サムシングエルスみたいな音楽的にこう、うん、遊びが結構多かったりとか、うん、いろんなジャンルの音楽入ってたりみたいなのではない。そうね。で、一個違う点で言えば、60年代のそのアルバムっていうのは、うん、ほんとバンドサウンドって感じなんだけど、オペラロック機に関しては、本セクション入ってきて、まあバンドも結構ビッグバンドでやってるんで当時。そこら辺のなんか本系のもし音楽が好きな人とかだったら、うん、まあ面白いのかなとは思うんですけど、うん、音声劇みたいな、うん、あんまりないジャンルというか、日本だとあんま馴染みがないジャンルではあるんで、バンドサウンドとかあくまで本セクションだから、そこまでの域は行ってないって言うとあれだけど、あ、別にストリングスがあるわけじゃないから。あと、ま、喋りが多いっていうのもちょっと違うとこかもしれない。その歌じゃないって変だけど、うん、そのレイ・デイビスのそのボーカルって別にオペラ歌手みたいに華麗に歌う感じじゃないから、うんうんうん、そこはちょっと違うけどね。なるほど。お芝居って感じ、そう。そのオペラのなんかエンターテインメント的なところまではまだ到達してないのかなっていうか、どうしてもしょうがないのかなと思うんだけど、レイ・デイビス的な、その、ボーカルで言うとね。だから、まあ、そこが、まあ、難点というか、うん、歌が上手い人じゃないから、そこがちょっとね、まあ、聞きづらい部分であんのかな。でも、なんかその要素がさ、80年代ぐらいになっても残ってる感じがしててさ、うん、その喋りの部分みたいなのがあるし、うん、うん、そうそうそう。あれ面白いなって。そうだ、あれはずっとあるんだよな。そこが特に密に出てるというか。ストーリー仕立てっていうか、うん、そう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 。変な話ですけど、売れてる曲とか、アルバムっていうのは、うん、まあ基本的にいろんな人がまあアイディアとして後に結構使ってる場合があるんですけど、レイ・デイビスのそのオペラ機に関しては深掘りしてる人はまあ俺に関しても別に持ってるだけでそんなに深掘りしてないし、そこから聞いて新しい発想とかアイディアが浮かんでくる可能性はもしかしたらあるんで、その聞くが人によっては面白い作品なのかなって思うっていうか、まだ掘り切れてないが日本だったら面白いなとは思うんで、だからそういう意味で本当に海外のものに触れてるというか、本当に洋楽聴いてんなって思える頃ではあるんだよね、そのオペラロック機って。だからそういう面白さはあるかなと思う。なんか、全然わかんねえな、みたいな。ちょっと次のやつ行きたいんですけど、はい、キンクスのバンドサウンドの聴き方講座としてどういう特徴があるかなっていう、うん、ああ、キンクスに関しては、うん、結構曲がなんつうんだろうね、ノロノロしてるというか、うん、じとなんかじなんかべっとり来る感じなのね、俺の感覚だけど、うん、あっさりしてないっていうか、そこがいいんだよね。なんか掴まれるもんがあるっていう、なんか、うん、あのなんだろうな、レイのこのボーカルがよれる感じというか、アルコールって曲があるけど、うん、本当になんか酔った人歌ってるみたいな感覚になったりとか、ソリッドなさ、うん、ギターサウンドの曲もあるんだけど、とにかくなんかもう世界観が確立されてて、なんか、はぁってなるっていうのが結構キンクスのバンドサウンドの特徴じゃないかなと。すごいことってやってないんだけど、これ、わ、すごいなって思っちゃうような、表現は難しいんだけど、うん、だから特にあの4人だった時、ほんと初期の、キンクスの時代なんてよくこんな曲かけたなみたいな、4人でよくこんなさ、うん、音を作り上げてるなみたいな、うん、なんかビートルズとかも4人だしさ、フーとかも4人なんだけど、うん、俺はやっぱキンクスが一番演奏が素晴らしいと思うんだよね当時、うん、感動する感じっていうか、うん、
そのコード感とかそのメロディー感とかがすごくドラマチックで引き込まれるのよね、うん、ライブとかウォータールじゃなくてもさ、なんか初期の曲とか、うん、なんかいい曲ばっかで、うん、デイズとかレイ・デイズの世界をこうちゃんと表せてるなっていう風にいつも思うのね、うんうんうん、そこが魅力だと思いますよ。あとなんかシンプルなコードでさ行ったり来たりするような感じとかある、うん、個人的にはあのピクチャーブックとか Do It Again とか好きなんだけど、うん、同じところをこうずっとこううろちょろしてるような感じの音楽性とか、うん、レイとデイブのまったりした声なんだけどデイブのギターがすごいカラッとしてるじゃん、うん、そうなんだよね。だから湿度のあるボーカルとカラッとしたすっきりしたギターっていうのがこう絡み合ってる感じが独特で、うん、そうそう面白いよね。不思議というか、うん、でやっぱでかいなと思うのがデイビス兄弟っていうの2人のコーラスっていうのが、うん、兄弟だからそのとんでもない感じになるっていうかハーモニーが、うんうん、同じ声だから、うんうん、安定感のあるコーラスというか、そう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 、あれはちょっと他のバンドにはないんじゃないかな。それこそザ・フー、ビートルズ、ローリング・ストーンズとかにはああいう感じってないじゃん、うん、あ、そうそうだし、あのミック・エイボリーが普通にドラムうまいって思うんです。なんかやっぱ演奏俺すごいうまいと思うんだよね、うん、一説によるとそのキンクスが演奏うまくないっていうのをなんか流してたっぽいんだよね、うん、人気下げさせたらしい。なんか、うん、デマがすごい流れててみたいなことあったらしいね。でもなんか当時のライブ見ると結構熱狂的だよね。うん、そうなんだ、うまいもんだって普通に。だ人気あるしね、オールデイ・オブ・ザ・ナイトも売れてるし。Onto the stage suites and as so Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal and I caught him an unfortunate blow on the side of the head. You know. Certainly 18 stitches sounds a bit more than a joke. Yeah, 16 I think. Your road manager was reported as saying, though, that trouble had been brewing up within the group for some time. Is there any truth in that? No, there's no tension. あとね、今言ってくれた通り、そのドラムがすごいじゃないですか。うん、パワフルで。タイトだしね、結構。うん、ゆったりした曲も。うんやるんだけど、でもそれでもちゃんとタイトって、うん、だらけない。で、ベースも結構音でかいじゃないですか。音でかいね。でそこでまたギターはもっと音でかくて。うんで、あのボーカルっていう、うん、でコーラスもすごいみたいな。そうそうそう、で、うん、曲によってはレイ・デイビスもギター弾くからあんまりそこら辺は評価されてないっていうか、まあ、もうちょっと再評価されるべきバンドなんじゃないかってすごい思うけど、うん、時期によって代表曲っていうのは全然色が違うっていうのもかなり特徴かなと思ってて、うん、そうだね、いいよね、うん、もうちょっと後期になっていくとこうハードロック路線になっていっちゃう。80年代はね、うん、なんか時期ごとに楽しめるっていうのもかなりでかいかなと思って。そうだね、あとやっぱりコードワークとかレイ・デイビスの作曲の面でも、うん、やっぱりその後に出てくるパンクの人たちとか、うんまあ、ニューウェーブ系の人たちが結構参考にしてる部分がやっぱこうあって、まんべんなく聴いてる人が多いね。ブリティッシュの人だと、あのミュージシャンの人だと、そのもうちゃんとアルバムの全部聴いてこう学んでるみたいな、うん、作曲とかシングルがやっぱ強いバンドだったんで、もともと60年代特にそこら辺がね、やっぱりキンクスの持ち味というか、うん、じゃあ最後に、はい、ポイントみたいなのをちょっと一つ。ポイントですか。キンクスを聴く上でこういうの意識したらいいんじゃないかみたいな。一個は、うん、そのやっぱりなんかキンクスっていうのは多分なんだけど、もともと所属してたパイレコードが、うん、音楽レーベルじゃないのよね、なんか確か。だから本来もっと売れるはずだったのに、まあ、あんまプロモーションうまくできてなくて売れてないっていうことがあって、うん、なのにそのまあ今のその地位にいるっていうのは、うん、確実にそのレイ・デイビスというかキンクスっていうバンド自体のまあ力がすごいっていうことだと思うんだよね、うん、本当に。だからそういう意味でその本来だったらもっと評価されてもいいバンドだっていう感覚で聞いてもらえるとすごくいいのかなと思いますね。だからなんかいろいろその環境であったりとか世の中の流れにただ乗れなかっただけで、バンド結成してからちょっとスタートダッシュうまくいかなかったというか、そうそうそう、まあそのアメリカできんだあったりとかいろんなね、うん、事件があって、うん、やっぱレイ・デイビスがすごく芸術家なんでそういう部分でも見てほしいし、音楽的な部分っていうよりももっと上にいる存在なのかなっていう、レイ・デイビスがそもそも。ということで、はい、今回はありがとうございました。はい、ということでキンクス聴き方講座でした。ありがとうございます。おすすめの動画はこちら。やんないの？やんないです。はい。最近というか去年ちょうど1年前ぐらいこの、今回ですね、あの歴史を振り返るにあたってこのジャカイワ、フランクザップ、このグランド。わ